こんばんは。こんばんは、皆さん、今日も。ちょっとな、ここがいいかな。こんばんは、皆さん、こんばんは。お、ひらぴさん結婚してって、ありがとうございます。元気でしたか？あ、注意しちゃおう。化け前髪かわいいって、え、本当？そう、今日はね、久々にお休みをいただいたので、お出かけしてきました。あ、ナーラブさん、何、タワーでいいのかな。タワーありがとうございます、嬉しい。え、何、クマちゃん、かわいいんだけど。え、なんかホワイトチョコみたい、かわいい、ありがとうございます。いつもナーラブさん、ありがとうございます。あ、ね、まず何から話そうかな。何から話そうかな。じゃあ、この前のあれ、あれ、仙台のグループ握手会の仙台と、なんかね、本当にこの前のグループ握手会めっちゃ楽しくて、あのね、本当にね、あの X にも書いたんですけど、もう本当に怖いぐらいね、ずっと笑ってたんですよ。あの18期だと、ひなのコヒーかすみの3人と一緒だったんですけど、あのね、もうめっちゃうるさいの、18期だからもうね、それが楽しくて、ファンの人、18期のファンの人めっちゃ来てくれたんですけど、なんかもう、なんか騒がしいというか、そう、2部、あのね、2部がね、あの18期のその U 含めた4人と、19期ちゃんのサリーとかわゆいと一緒で、その18期19期レーンがあったんですけど、面白すぎて、そう、研究生レーンね、で就活ね、もう就活も来てくれたし、ゆいちぐいぐいだから助かる、そう、イエイね、イエイ、結構ぐいぐいいっちゃうんで、皆さんよろしくお願いします。コヒちゃんってうるさいイメージないけど、え、そう、コヒもそう思うでしょ。でもコヒって何気にね、あれだから18期で一番笑い方やばいよ。あの、え、なんかね、やばいっていうか、かわいい、なんか、あはははみたいな感じ。あ、そうそう、キキキキって笑うの、なんかキキキキキみたいな、そう、それがずっとね、2部は連発してた。はい、連発してました。あ、山おじさん、嬉しい、タワーありがとうございます。な、何これ、凍ってるの、え、溶かそう。ありがとうございます、山おじさん、いつもありがとうございます。で、まあ、仙台と言ったらやっぱあれですよね、ツアーですよね、なんといってもツアー本当に楽しすぎてさ、あの昼夜公演あったんですけど、本当にね、早かったの、もう楽しすぎて。ユニットはごめんね好きになっちゃってっていう、ゆいゆいさんセンターのね、曲なんですけど、踊れて楽しかったな、あれ。あの、もう振りがまず好きなんですよね、振りが。もうなんかこう、アイソレめっちゃ使ってこうやるとこがあるんですけど、
それがねめっちゃ楽しかった。なんかみんなの前ではっきりと言い、こことかもめっちゃ愛それだし、楽しすぎてあってなったとか、あとはね、あの大人選抜でなんと、あのごめんね好きになっちゃってじゃない、あのだらしない愛し方を踊りました。だらしない愛し方の、しかもね、なんと、まあ、それ大人選抜なんで、大人選抜じゃない、なんだっけ、セクシー選抜、セクシー選抜みたいな、まあありがとうございますって感じでうん、あのなんだっけ、振り付けのレッスンがあった時に、一応このメンバーは大人選抜なんでみたいな、大人セクシー選抜だからみたいな、そうやばいでしょ、もう15歳にしてあの大人選抜出ました、ほんまかって、ほんとやねん、ほんとやねん、嘘でも、嘘は言わないよさすがに。だからその仙台のツアーの本番、だらしない愛し方の本番では、もうマジで15歳隠そうと思って、そう15歳隠すぞって思ってながら踊ってました。ね、次は大阪、大阪も本当にね楽しみ、大阪とか、もう大阪も意外ともうすぐだよね、楽しみ楽しみ。16歳に見えた、16歳、うーん、あんま変わらんな、今15歳なんですけど、16歳、16歳、うんね、あとはねー、うん、はるきゃん、昨日公演後配信で18期で気になるメンバーゆいちって言ってた？本当に？そう、昨日ただいま恋愛中18期で会って、そうゲストにあの石田はるかさんが来てくださったんですけど、そんなこと言ってくださってたの？そう、え、そうなの？気になるメンバーに入れていただいたんですか？やったー、それは嬉しい、え、やった、初知りなんだけど、いい、え、本当なの？やった、イエーイ、嬉しい、え、やった、やったね、え、それ本当ですか？やった、嬉しすぎる、嬉しすぎてなんかもう頭振っちゃう、やった、嬉しすぎる、ね、前髪やばい。やったー、本当に本当、やったね、ありがとうございます、教えてくれて。そう、私はね2009年生まれで、その石田はるかさんのデビュー、あ、公演デビューしたのが2008年、それで昨日 MC でもすごいねお話できたんで嬉しかった。ね、あ、そう2009年生まれですね、これやばい、ピースでね、ああとさ、あのちなみにまたあのあれいいですか、仙台の話に戻っていいですかあのね、あ、仙台の話っていうか、仙台でねこの前お菓子買ったんですよ、それ食べながら配信していきたいと思います。うん、見て、じゃがりこ美味しそうでしょ、
ゆいの大好きなじゃがりこです。お、ミラーボール愛せる人か。え、すごいでしょ。で、可愛くない？このさ、キリンで、あのさ、ずんだプリッツ本当にやばいことあって、あのずんだ味のプリッツがあるんですけど、それをね、久保ひなのがね、5箱買ってたの。やばくない？え、袋パンパンに詰め込んでたからね、久保ひな本当にすごいから。久保ひなプリッツ5箱みたいな。しかもなんかちょっと細長いやつじゃなくて、あのこんぐらいのもうでっかいサイズの箱があるんだけど、それ5箱買ってるからね、やばいよ。そう、もう多分なんかゆい結構食いしん坊だけど、マジ一番のライバル久保ひなのだからね、本当に。うん、本当にびっくりしたもん。そう、あれね、ゆいのじゃなくてあれ久保ひなのなんですよ。そうそうそう、 UFO キャッチャーとかによくあるサイズのやつ。ほんまに負けれないわ。ゆいちは爆買いせんかったの？いや、なんかしようかと思ったんだけど、なんかね、めっちゃ急いでて、いろんなお店行ってたらもう分かんなくなって。あとこちらハッピーターンの牛タン味こちら買いました。もう全部牛タン味のやつを買いました。食べちゃおっかなちょっとね、負けれないんで食べちゃいますね。これ食べながら配信していきたいと思います。うわ、いい匂い。じゃあ行きますね、いただきます。うん、うまっ、おいしい。めっちゃなんかさ、あ、でもこれ実はまだ一袋目じゃないんだけど、もう何個か食べてるんですけど、めっちゃなんだろう、本当にね、本当にもうあの牛タンって感じの味。うん、うん、うん、美味しすぎるね。今回はこんな感じで配信していきたいと思いますね。ハッピーターンもめっちゃ美味しいよ。ね、本当に美味しい。美味しすぎてさ、話進めないかも話進まないよ、どうしよう。このじゃがりこがなんかあれだください、仕方ないな。いりますか、皆さん、いる人。いる人、これ、このこれいる人みんなくれるの？じゃあいらない？食べてじゃあいいですか、はいねえはずはい、じゃあいきます、はい、あーん、どうですか、おいしい？本当？おいしい、よかった。よかった。目に入ったやめて。よかった、届いたみたいで。うん、
ていう感じで配信していきたいと思いますね。めっちゃ美味しい。2袋目いっちゃおうかな。まだここ家もこの箱ごと買ったんですよ。これ箱ごと買ったんで、あ、ラストなんだけど、最後なんだけど、あと一袋しかなかった。やば、早、やばいです皆さん、あと一袋しかないです。まずいよ、まずい。あのね、これ8袋入りなんですよ。でももうラストになってました。早くない？早いよ、まずいまずい。でこれ一本一本大切に食べなきゃじゃん。でもね、そう、家族にもあげてるから。でももしなくなったら、あの久保市に、久保日なのに、あのずんだプリッツもらうんで大丈夫です。ひなのにももらうんで、多分ひなの絶対あれまだ食べきれてないからって感じですね。TikTok 見ましたって、やったー、嬉しい。 TikTok ね、みんなダンス動画、ダンス動画、あれか、音楽の日のコラボのやつ見てくれましたかね皆さん。今日あのダイスさんの、あの和田さんと、和田颯さんとコラボをさせていただいて、あの AKB のアカウントの方だと、あのいとももと、あの和田さんがこいつん踊ってて、だけど私はダイスさんのアカウントの方で、あのストーリーチャレンジ踊らせていただきました。そう、あと TikTok コラボといったら、あのミーアイの、あのあやねさんとしずくさんとコラボさせていただいたんですよね。そうなんですよ。でもあのダイスの和田さん、すっごい優しい方で、あの多分見てくださった方分かると思うんですけど、すごいダンスがね、かっこいいじゃないですか。であれをあの15分ぐらいで覚えてくださいってスタッフさんの方に急遽言われたんで、でもすごいかっこいいダンスだったからすぐ覚えてコラボさせていただきました。楽しかったな。うんうん、みんな見てね。そうで、あのミーアイさんの方だと、あのあやねさんとこいつんじゃった踊って、あとミーアイさんのアカウントの方でクリックを踊らせていただきました。もう早く、もうクリック大好きなんだよね、本当に大好き。あの前 AKB 研究生のアカウントの方でも踊ったんですけど、こいつんじゃない、クリックを、まさか本人と踊れると思わなかったからめっちゃ嬉しくて。でね、あとみんな聞いて、めっちゃ嬉しかったことがあったんですよ。あのなんだっけ、あやねさんと、ってなって、はい、とりあえずじゃがりこ食べます。嬉しいと思って、ゆうも逆にいつも見てますみたいな感じでちょっとファンが出ちゃったんですけど、そうなんですよ。嬉しくないですか？
もう本当にもうね楽しすぎて、であとは恋するフォンチュークッキーを踊ったりとかして、皆さん見つけてくれましたか、ゆいのこと。ゆいのこと見つけてくださいましたか。ダンス企画もアゲハチョウを踊ったりとか、かわいすぎて失神した。本当？やった。ね、コマネチもね。あれはあの昔大島優子さんとかが、あとユイリーさんとかもいろんな先輩方がやってて、そうなんですよ、やらせていただいて。ん？赤坂まで行って前列で見てたよ。本当ですか？ん？嬉しい。やった。やったね。ありがとうございます。アゲハチョウはね、実はちょっと自慢したいんですけど、最初1列になってて、いい一番前でね、ずっとヒラヒラしてました。ずっとヒラヒラやってました。そう、なんかだから次の日の7月14日の握手会の時に本当にね、すごい初めてのファンの方が来てくださったんですよ。そう、もう楽しかったし、あの前日にそのリハーサルがあったんですよね、そのダンス企画の。それもめっちゃ面白すぎて、もう充実して楽しかった。楽しすぎて、もう楽しすぎてで、はい、じゃがりこ横で食べます。そう、揚げ鉢はね、めっちゃね、あの緊張して、あのもう本番もリハーサルの時ももう周りにいろんなアーティストさんが見てらっしゃるんですよね。でもそう、皆さんすごいさあ、でミラーボールありがとうございます。そう、あの見てらっしゃって、あのダンス上手じゃないですか皆さん。でも緊張してたんですけど、だって緊張しすぎて、なんなら手足めっちゃ震えてましたよ。手足めっちゃ震えながらやってみたいな、めっちゃ緊張したしちゃった。もう本当にもうだって最初のこれ準備する時ももうこんな状態。緊張してもこんな状態だったもん。本当にこういう振りがあるんですけど、もう自然にこうなっちゃうの、緊張しすぎて。本当にあのもう最初一列並んだ時ももう始まる前からこうやっちゃっててキャーってなったけど、本番はすごいね、あのいろんなスタッフさんとかが褒めてくださって嬉しいってなってましたね。そう、布を使ったダンスだったんですよ。テーマが布だったんで、布を使って踊りました。すごい綺麗な布なんでしょう。しかもそれがなんか青色、水、最初上が水色でだんだん色が濃くなっていくみたいな。踊りながらもね、自分で綺麗だなって思いながら見てました。ね、めっちゃ練習したもん、あのアゲハチョウは。で、恋ちゃんも楽しく踊らせていただいて。ね、
もう楽しすぎてさ、本当にどうしたらいいか分かんないです。うん。うん、ね、楽しすぎてもうどうにかなっちゃいそう。あ、あのダンスで初めて知りました。すごく良かったです。ふなおさん嬉しい、ありがとうございます。ゆいです。ゆいです、ありがとうございます。かわいいって、アップル、マスカットじゃなくて、なんだっけ、緑色のリンゴなんだっけ、アップル、マスカットじゃない、なんだっけ、緑色のリンゴってなんて言うんだっけ、青リンゴ、青リンゴか、青リンゴさんありがとうございます。いや本当に本当楽しかった、本当に楽しかったし、もうね、皆さんね、ダンスいっぱい見てください。ゆいの、もう優しかったし、しかもなんかこいつの MV を見ましたっていうアーティストさんがすごい何人もいらっしゃって、あ嬉しいってなった。こいつね、最近劇場でも披露してる。うんうんうん、もう本当に忘れられないあの日は。録画見てきます。8回目、え、8回も見てくれてんの。もう8回と言わず何億回と見てください。よいしょ。あずといとももと AKB3 人で代表して行ってきました。楽しかったな、楽しすぎて。そうで、なんならあの私の大好きなゆいゆいさんもこの前ラジオで一緒にあのご一緒させていただいた時に見たよみたいなこと言ってくれて、言ってくださって嬉しいってなりました。もうゆいゆいさんは相変わらずラブです。で、皆さん走らないと、楽しみにしていてくださいね。めっちゃね、あの走らないとのラジオのおかげで仲良くなれました、ゆいさんと。もう楽しすぎた、楽しすぎて、もう楽しすぎて、もうじゃがりこ2本食べしちゃいます。うん、ハッピーターンはあとこんぐらい残ってます。そう、明日、明日放送かな。ゆいちのこともっともっと好きになったね。本当に、本当、本当に、やったやった、もっと好きになって。もっと好きになってください。ゆいちのダンス本当に好きって、嬉しい、嬉しすぎてもう寝ちゃおう。寝ちゃおう、寝ちゃおっかな。仙台ツアーお菓子たくさん食べたのって。うん、お菓子はね、あ、でもね、帰りの帰りにあの牛タンもらったんですよ。美味しすぎて、美味しかった。なんか瓶に入ってる、なんて言うんだろう、あの牛タンがあったんですけど、それをいただいて、あ、壺か、壺に入ってるやつ。
美味しすぎて、あのコヒと練習しだったんですけど、コヒと2人でやばいねってなってました。うん、ずんだシェイクはあのこの前のグループ握手会の時にスタッフさんにいただいて、でしかもね、グループ握手会の時はまた別の牛タンを食べれたんですよ。もう美味しい、ね、もう牛タン依存症になっちゃってる。牛タンのファンになっちゃった。もう食感がいいんだよね、全部美味しいんですよ。もう好き、牛タン好き。てことで、また仙台に来てくれることを期待。会おうね、しゅかち、会おう。牛タンに名前変えたい？名前ね、変えたいなってたまに思う。牛タンになりたいって思うこともあるし、牛タンって名前にしたいなって思う時もある。明日にでも仙台行ってみようかな。行ってみようか。牛タン買いに。で、あとは、ゆいもずんだプリッツ5箱ぐらい買おうかなっていう、思ってます。5箱って、5箱は違う。10箱ぐらい買っちゃおうかな。そう、ツアーでも行けて、グループ握手会でも行けて、みたいな感じです。代わりに買ってきて食べるねって、いいよ。もう本当にもう何でも美味しいから、皆さんもぜひ仙台に。ね、でも本当にもうね、牛タン美味しすぎて、もう牛タンの話しかしてない。今日牛タンとじゃがりことハッピーターンの話しかしてない、本当に。ね、でもね、今日もお出かけしてきたんですけど、何食べたっけな。まずりんご飴食べて、いちご飴食べて、あとマシュマロ飴も食べて、あとなんか唐揚げみたいなやつ食べて、なんかポテトフライ食べましたね。お祭りではないんですけど、なんかそう行ってきたんですけどね。でも美味しかったよ。でもね、めっちゃ暑くて汗止まんなかった。今日暑くなかったですか皆さん。最近暑いからね、ちゃんと熱中症対策とかやってみてください。やってみてくださいってか、やってください。暑い、もう暑すぎてさ、溶けますよね。家もこの前だって一回溶けかけたんですけど、なんとか無事今配信してます。もう溶けたよ。あ、溶けちゃった溶けちゃったんだ。あ、大丈夫？大丈夫ですか？半分溶けてます。どういうこと？あ、下足だけってこと？助けに行きますか？助けに行きましょうか？そう、今もう暑いのかな外。溶けたので凍らせてください。オッケー。いいの？溶けて凍らしちゃっていいの？動けないよ、溶けちゃったら。大丈夫？いや、だからさ、早く家がプールに入りたいっていう話で、ね、プール行きたいです。皆さんもぜひ一緒に。
ウインクちょうだい。ウインク得意なんで。泳げるのって、そう実は泳げるんですよ。あのずっと水泳習ってたので、50メートル40秒台で泳いでました。うん、夏はずっとプール行って、前はバタフライできますか？前まではできてました前まではできてました。クロールが一番得意です。でも平泳ぎも得意だし、犬かきも得意だし、って感じです。そう、さよならクロールもあの仙台のツアーで、そういえばさよならクロール青い海キラキラ、いいさよならクロールの曲大好きなんだよね。最初のなんかイントロの音とかめっちゃ好き。ユイのダンス大好きやわって、本当嬉しいです。ひーくんさん嬉しい。ねえすごい、もう楽しい、うんって感じです。例えば今度アンレイムでティフももうすぐで出ます、出演させていただきます。そう学園祭もある、ありますよね。学園祭もなんか あれなんですよ、あの音楽の日でめっちゃ私のことをあの見つけてくださったファンの方がいるんですけど、すごいあのアンレイムの方もあの好きで、なんかファンクラブに入りましたって言ってくださった方いたんですよ。嬉しい。そのゆいのことを初めてテレビで見て、そこからアンレイムの方も好きになりましたみたいな。嬉しいって。アンレイムも曲めっちゃいいので、皆さんたくさん聴いてください。お願いします。研究生のワオでも早く見たいです。ワオ、あ、アジがいつもやってるよこれ。ワオ、なんかアジなんかその映像なんかいつもやってるよね。なんか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 言うたびにさ、ワオって言ってるイメージがあるまあそこが可愛いんですけどね。アジ、ゆいアジ、ねえ、アジも今日朝早くからね生放送でやってて、アイリさんとアイちゃん。僕も音楽の日でユイチュー初めて見つけましたって。おえ、ほんと？白猫さん？白猫ニャニャさんはもうだいぶ私のだいぶ前からのファンですよね。ありがとうございますね。あ、ん？ワードウルフも見たよ。ほんとですか？やった。そう、アンレイムで YouTube の方にワードウルフの企画やってるので、ゆいちのロケは控えめに行ってめっちゃ見たい。いやそうだよねいやそう、私もこの前ロケあったんですけど、そうなんですよ、面白くできたかなと思います。アンレイムのゆいちボス感あるってどういうことですか？アンレイムのユイチ
ボス、どういうこと、ボスっていうこと、あ、え、どういうこと、ボス、え、嬉しい、ありがとうございます。ボスは嬉しい、ありがとうございます。ということで、あのハッピーターンを食べたいと思います。うん、おいしい。あ、え、うえ、うま、おいしい、おいしい。あ、あれです、私いつもこんな感じなんで、食べてるの全然気にしないでくださいね。うん、でもやばいです。ASMR、 確かにここで食べてたらめっちゃ音聞こえるよね。おととい誕生日だったからお祝いしてください。お、マシロちゃんおめでとう、お誕生日たくさん会いに来てね、マシロちゃん。ありがとうございます。かわいい、マシロちゃん。 AKB 来たよ。あ、ウィズミュージックか。あ、ポニーテールとシュシュ今踊ってる。やった、ユイも配信終わったらすぐ見ます。録画してあるのであります。公園で汗だくになったらその前髪分けしてほしい。これですか。いえいえ、多分さ、あれだよね、汗だくになったらっていうかさ、オープニングの1曲目からいつもこんな感じだよ、多分。こんな感じだよ。まあでもすごい、前髪分けいつもメンバーからもいいねって言ってくれて、最近ちょっとずつ入っ、あの前髪分けハマってます。ゆいちに TikTok でたくさんダンス踊ってほしいって言って、あ、もちろん、もちろん踊らせてください。こちらもこそ、なんか皆さんもなんかぜひ TikTok とかでこれ踊ってほしいな、あ、でもな、そう、ゆいちね、これ踊ってほしい、ゆいちこれ踊ってっていうのがあったらたくさん教えてくださいね。この前のあのインスタグラムでちょっと募集してしたんですけど、たくさん、あの本当にたくさん、本当にたくさんリクエストが皆さんがくださって、そうなんですよ、すごいたくさん、もう全部、はい、今何するかめっちゃ悩んでます。まさきさんこんばんは。こんばんは、ゆいです。そう、ストーリーにあのすごいね、蜂の巣ダンスとか他にいろんなあのアーティストさんのあれがありました、あれ、いろんな曲がありました。うん、そうなんですよね、本当に。で、あとさ、あのこれ2袋目食べていいですか。最後なんですけど食べていいですか。
いい？さあ、でもね、最後なんですよ。ラストなんですよ、これが。どうしよう。もう空なんですよ。晩ご飯はちなみにまだあります。晩ご飯まだちなみにまだちゃんと準備してあります。どうしよう。ラストなんですよ。でも最後、これ最後だよ。最後どうして、ゆっくり食べよう。 OK、 ゆっくり食べますね。ね、どっちダメだぞっていう方もいますし、じゃあラストだからもうめっちゃゆっくり食べますね。じゃあやっぱり大人じゃなかった。いや待って、でも今だらしない愛し方を踊ってます。あのツアーでだらしない愛し方で大人選抜に入らせていただいたんで。そう、実はあれ最高だねって。本当にやったー。そう、振りも好きなんだよね。愛し方で、でうん、ダン、めっちゃ食べてるね。ダンスのん影練頑張ってね。頑張ります。でも本当にさ、んそう、握手会とかで、あ、すごいミラボール、そう、ダンス握手会とかでダンスがきっかけでファンになってくださった方も いるし、嬉しいってなりました。パフォーマンスは大人かっこいいから、今の可愛いギャップ最高、今の可愛いギャップ最高。おい、やったね。そう、パフォーマンスだと私あの25歳ぐらいに見えるってよく言われます。ゆういちの握手会ってどんなん？いやもうね、でも本当にあのな、ゆいの握手会どんな感じだろう。ゆいの握手会は元気で、あとね、あとあれ、あの、え、なんて言ってたっけ、あのちゃんと話す用意してないとか忘れましたっていうファンの方にもゆいがもうどんどん行っちゃいます。はい、どんどん行っちゃいます。でもわちゃ、そんなめっちゃわちゃわちゃじゃない、ちょっとなんか大人な雰囲気があってみたいな感じです。キレッキレだった昨日の公演、やったー。そう、昨日はね、最後っていうかこいつん8人で踊ったりしたんですけど、こいつんじゃったもね、踊ることができてすごい楽しかったです。でももう本当に楽しめます、私の握手会は。なのでぜひ来てください。うん、ダイスさんのアイワンダー踊ったことあったっけ。ああそう、 TikTok でダンスを踊らせていただいて、すごいダンスめっちゃ好きって言ってくださるじゃないですか皆さん。やった、ありがとうございます。そう、踊ってますよ。ジュンクレ好き、ジュンクレ
そう、ジュンクレイいつもめっちゃかっこつけてますもん。ジュン、あのなんだっけ、頭バサって振りバサってやるところがあるんですけど、そこいつもね、あのポニーテールがジャンプしてます。そう、あ、そう、あのでそこに未来はある公園のユニットだと、あのエンドロール、アズとあのマサイさんの3人で、あのスタンドマイクを使って踊らせていただいてます。そうで、僕の太陽公園だと日暮らしの恋を、あ、待って、エンドロールの手めっちゃ難しいんですよ実は。ね、っていうめっちゃゆい、でも大好きです、大好きなダンス。もうこれカクガク、カクガク大好きでも僕のダイヤ公演では、なんだろう、日暮らしの恋っていうちょっと歌メインな感じのユニットやらせて、日暮らしの恋めっちゃ大好き、音楽も大好きだし歌も大好きだし歌詞も大好きだしみたいな、全部大好きエンドロールのゆいちは大人、あ、ありがとうございます。そう、エンドロールはマジで15歳じゃないです。日暮らしバブミアル、え、どういうこと、日暮らしバブミアル、バブミ、あ、帽子でってこと。そう、あれさ、私日暮らしの恋で衣装が、私白色の帽子をかぶらせていただいてるんですけど、18期のメンバーからもね、あれはゆいはマジで赤ちゃんだよねみたいな、みんなすごい言ってくれるんですけど、いや大人だよゆいは大人ですよ。でもなんか本当に好きです。まだ日暮らし生で見たことない、え、ぜひ見に来てくださいよ。てかもう公演、皆さん見に来てください、お願いします、お願いします。公演、あ、もう私が出るときに、ぜひ、もう本当に公演お願いしますお願いします来てください。え、本当にもう最近ってかもうずっとなんですけど、公演が楽しすぎて、お願いしますお願いします。そう、7月31日はそこミラがあるので、そこ見で当ててください。当てます、当てますっていうか、お願いしますお願いします。ゆいがもう、ゆいがずっと祈ってるんで、お願いします。な、本当にもう いっぱい見に来てください。でもなんかさ、最近もなんかもう見に行きたいっていう人全員に見てほしいなって思ってます、いつも。当たらないんですよって、え、もうとにかく祈っ
っていいですか？お願い、お願いします、お願い、本当にお願いします。でもね、本当に公演みんなあのダンスもすごいし歌もすごいし曲もいいしなんで、ぜひ見に来てください。もう本当にゆいずっと祈ってるんで、もうこの通り、この通りです。ゆいのうちは持ってってるよって気づいたよ。うちはもうゆいのファンの方ってうちは全員可愛いんですよ。うん、お願い、もうゆいがこうやって祈ってるんで、ゆいちの祈りなら当たる気がする。もうもうもうね、ゆいもうこんな感じ、もうこれもう当たってほしくてもう回しちゃう。お願いですよ、お願いですよ、本当に本当に、ゆうみんなさんに会いたいのでお願いします。ゆいちはうちはなくても結構見てくれる印象ある。見ますねあのゆいは最近というかずっと劇場の端から端までを見渡すの趣味なんですよ。見渡すっていうかもう端っこの方まで全員ちゃんと目が合うぐらいの勢いで、もうなんかここだけとかじゃなくてもうこんな感じおしさいありますか？そう、なんかおしさいというかペンライトカラーはあの赤とオレンジ色です。そう、もうゆいち偉すぎ、なでなで、え、ほんと？もうごめんね、今カチューシャあるんですけど、ありがとうございます何時まで配信しますか？あ、そう、今日はね、あの21時まで配信します。なので実質もあとね15分ぐらいしかないです。早い、早いです今日。で、あ、それペンライトカラーはちなみにアンレイムの方だと黄色色です。そう、 AKB の方は赤とオレンジ。お、すごい、ペンライトいっぱい振ってくれてる、ありがとうございます。ジーマサさんありがとうございます。うん、え、すごい、オレンジ色ありがとうございます。ネイルしてますか？してません、してないよ。実はアンレイムは黄色色で元気なんで黄色色。お、すごい、カラフルなペンライト、すごい、え、綺麗、すごい、なんか映画見てる気分になる、すごい、え、楽しい、これ見るの、すごい、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、すごい、え、すごい、やっほー、え、すごい、めっちゃ綺麗なんだけど、え、今劇場にいるみたい、え、すごい、カラフル、手振っとこう、劇場みたいだから手振っとこう。え、すごい、ありがとうございました。え、楽しい、楽しい楽しい、15歳だって15歳です。うん、すごい、まあ、とりあえず私は赤とオレンジです
よろしくお願いします。すごい頑張ってるからもっとファン増えますようにってお願いします。宿題やってるかい？え？宿題？宿題はね、やってる。うん、やってます。や、正直に言った方がいいのかな、正直に言った方がいいのかな、やってない、やってないって正直に言った方がいいのかな。どうしよう。でも、でもまだ夏休み終わってないんですから、始まったばっかりですから、あのね、まだ始まってないんで、始まってはいるけど終わってないんで、まだ、うん、よしですね。皆さん秘密ですからね、宿題やってないことバラしたらダメですからね、絶対に、絶対だからね。これ代わりにやっておくから持ってきな。本当？あげる、全然あげる、今からでも持っていこうかな。宿題手伝いますって、やったー、手伝って。まだね、あのねまだ終わってないのは、もう分かんない、いっぱいありすぎて。お願いします、これで、これでお願いします。さえちゃんにやってもらえないのって。さえちゃんね、なんか前一回18期のみんなにやってってどっかで言ったけど、みんなやだみたいな、みんな自分でやってよって言われたので、でもまだね、まだね、ね、それかサリーに任せちゃおっかな。サリーちゃん、白鳥サリーちゃん、あの中学2年生のサリーちゃん。でもあのサリーは、でもね、サリーの宿題なら全然手伝いますよ。そう、白鳥サリーちゃんね、サリーは優しいので。でもサリーも、でもサリーもね、でもやっぱり逆に私がじゃあ手伝います、サリーのこと。だってあのサリーのことも手伝って、で私は自分のね課題をやったらどうですか、かっこいいって言ってくれますか。お、よし、頑張ろうかな、頑張ろう、頑張っちゃおうかな。やった。それにしよう。でもしかしたらもうサリーも終わってる可能性あるしね。そもそも偉いから、サリーは本当に努力家なんでね。でももうとりあえず皆さん応援しててください。応援してもらえたら嬉しいです。やばい、もう53分、早すぎる、早すぎますよ。宿題終わるように応援してるよ、ありがとうございます。
え、すごい、もう本当にカラフル、すごいペンライト、ありがとうございます。18期研究生が19期最年少に負けちゃダメですよって。そうだよね、先輩なんでちゃんとしっかりしないとですよね。頑張ります。宿題配信待ってるねって、あ、それね、いつかやる日が来たらぜひ。宿題をやるか分かんないけどやるかもしれないのでね、その時までに楽しみにしておいてください。うん、ねえ、どうしよう、でも久保ひなのちゃんに教えてもらおうかな。ひなのにと一緒になんか教えてもらうっていうか、ヒントとか出したりしちゃおうかな。ひなの、ね、久保も日なのは、ね、日なのはでも日なのあれですよ、めっちゃ頭いいんですよ実は。頭いいっていうか、なんかね、あの日なの頭いいっていうか、あのしっかりしてます。あのいつもね、ゆいとさえのお世話してくれるあのいつもひなの、ゆいとさえがひなのに全部教え、あのあれしてもらってる、あのお世話してもらってる。ゆいとさえがいつもひなのに、あのね、お世話してもらってます。18期でゆなちゃんが一番頭いいですか？でもゆなも頭いいけど、ゆなだけっていうよりかは本当にみんな頭いい。18期全員頭いい。うん、うん、そうそうそう、頭いいですし、お世話してくれる。うん、あゆいもだし、あずもだし、うん、うん、うん、コヒもだし、ゆめみもだし、かすみもひなのもさえもゆなも全員頭がいいです本当に。ね、なので18期研究生のこと押してください、皆さんよろしくお願いしますね。はいはい、お願いしますということで、ここであのランキングを読んでいきたいと思います。もう57分押しなので、あ、押しじゃないどこだっけ、あれどれだっけ、これか、いきます。じゃあ13位、キムデツさん、キムデツさんありがとうございます。いつもお話系統来てくれてありがとう。続いて12位、ごめん先生さん、ごめん先生さんありがとうございます。早く会いたいね。11位、康二山本さん、康二山本さんありがとうございます。元気にしてますか、ありがとうございます。次10位、正和さん、あと夫婦さんありがとうございます。この前会えて嬉しかった、ありがとうございます。続いて9位、白猫ニャニャさん、白猫ニャニャさん最近会えてないからまた早く会おうね。続いて8位、ひらっぴさん、ひらっぴさんありがとうございます。今日もバブちゃんでいてね、ありがとうございます。続いて7位、ましろちゃん、ましろちゃん、あ、いつもありがとうございます。そしてお誕生日おめでとう、おととい、ん、ああ、もしかしてランキング変わっちゃった、これ、いや、もう一回言っちゃおう。13位、キムデツさん、キムデツさんありがとうございます、いつもありがとうございます。続いて12位、ともおさん、あ、ともおさん、ともおさんありがとうございます。ゆいの方が愛強いよ、こっち握手もつわもありがとう。続いて11位、白猫ニャニャさん、白猫ニャニャさんありがとうございます。最近会えてないから早く会おうね、
続いて10位ひらぴさん、ひらぴさんもう今日もありがとうございます。バブちゃんでいてね、ずっと。そして9位ましろちゃん、ましろちゃん大好き大好き大好き、お誕生日おめでとう。そして8位まさかずうふふさん、ありがとうございます、ありがとうね、いつも。そして7位ももちゃん、ももちゃんはありがとうございます。続いて6位なっちさん、なっちさんおじいちゃんありがとうございます、また会いに来てね。続いて5位ゆうきさん、ゆうきさんありがとうございます、早く会おう、てかコロナあったか、ありがとうございます。4位りんぞうさん、りんぞうさんありがとうございます、りんぞうち大好きだよ。続いて3位ジーマスさん、ジーマスさん最近会えてて嬉しい、ありがとうございます。続いて2位山おじさん、ありがとうございます、タワーもありがとうございました。1位ならぶさん、ならぶさんもタワーありがとうございます。